どうしてここまで似ているのか。オスヤス次郎とフェルメールの美的感覚がおそらく完全に一致している。こんにちは、こんばんは。オスヤス次郎の映画とフェルメールの絵画作品はそっくりだというお話をいたします。これはオスヤス次郎の代表作って言っていいんでしょう。東京物語です。で、こちらがフェルメールの手紙を書く女という作品です。ねえ、そっくりでしょ。どうしてそっくりなのか、ちゃんと理由があるので、最後までぜひ視聴していってくださいね。まずフェルメールという人をご紹介しておきます。17世紀、日本でいうと江戸時代、徳川三代目家光の時代ですね。1632年にオランダのデルフトという町で生まれました。画家です。現地の画家組合の理事長もやっていました。1675年に亡くなっています。当時オランダは日本が貿易をしているただ一つの西洋の国でした。フェルメールの絵にも天文学者は着物をガウン代わりに着ているとか、日本っぽいものがいろいろと登場します。だからというわけでもありませんが、フェルメールは日本でとても人気があります。数年おきに展覧会が開催されていて、フェルメールの展覧会といえばいつも大人気で、必ず100万人レベルの観客を動員します。フェルメールのどこがいいのかということですけれども、一つにはフェルメールの絵はフェルメール作に認定されている現存35作品のうち 2,3 の作品を除いて、他は全く宗教絵画ではないということがあります。キリスト教臭くないんですね。普通のとは言っても、ほどほどにお金持ちの家に暮らす人たちの日常生活、手紙を読んだり書いたりしているようなところを描いていて、それで人気があります。小津安二郎は1903年に生まれて1963年に亡くなりました。誕生日も命日も12月12日です。戦前から戦後にかけて松竹映画のドル箱映画監督でした。とにかく稼げる映画監督として定評がありました。落ち着いて淡々として、とにかく綺麗な小津安二郎の映画の調子は小津調というふうに呼ばれて世界的に知られていますが、小津調というのは戦後1949年の晩春という作品で完成したと言われています。小津安二郎の映画のテーマはフェルメールに共通するようなところがあります。日常の様子を丁寧に描いていて、それが綺麗なんですね。ちなみに小津安二郎の映画はとにかくカメラが動かないなんてことも言われますが、小津安二郎の映画のカメラがピクリとも動かなくなるのは1953年の東京物語から後です。東京物語ではまだ動いています。上野の両台橋を歩く龍智修と東山千恵子の夫婦の背中を追ってカメラが前へと動きます。このシーンを最後に小津安二郎の映画のカメラはピクリとも動かなくなって、遺作のサンマの味まで全く動きません。といったところで、もう一度見比べていただきたいと思いますけれども、まずこれはフェルメールの手紙を書く女という作品です。フェルメールが33歳くらいの頃に書いたものです。そしてこちらが小津安二郎の東京物語の原節子です。
左右逆ですけれども、佇まいや表情、背中の感じがとてもよく似ています。何か顔もよく似ているように思えます。なぜそっくりに見えるのでしょうか。雰囲気とかということではなくて、これは多分に数学的な角度の問題なんです。肩の傾き、顔の傾き、姿勢の傾きの角度が小津安二郎とフェルメールで一致しているということなんですね。フェルメールと小津安二郎とでは、人物に対する視点の位置と視線角度が全く同じであるということなんです。どうして一致しているのか、そこにどんな意味があるのかというところが今回のテーマです。実はちょっと面白い問題があって、この東京物語の写真なんですが、東京物語というと必ずこの写真が紹介されることになっているようですけれども、実はこのシーンは東京物語の公開本編には登場しません。原節子が龍智修と東山千恵子の夫婦を自分のアパートに連れて行ってカツ丼を振る舞うシーンなんですけれども、公開本編では原節子は背中を見せているまま顔をこちらに向けることなく次のシーンに切り替わります。ですからこの原節子がこちらに顔を向けている写真は宣伝用、まあ、プロモーション用のスチル写真であって、宣伝担当のスチルカメラマンが別のカメラで撮影したものであるという可能性があります。するとフェルメールに似ているこのワンシーンはオズ映画のものではないということになりますよね。そこで調べてみました。これが東京物語公開本編の原節子のアパートのシーンの最終カットです。先ほどの写真と比べてみますと、画角、小道具などの角度、これは同じです。つまり原節子がこちらを向いている写真は映画本編を撮影したカメラの位置から捉えたものであるということがこれでわかります。もしかすれば原節子のアパートのシーンは本当はもう少し長かったのかもしれません。誰かが訪ねてきて、原節子も龍智修も東山千恵子もそちらを向くというシーンがあったのかもしれません。ただこの原節子がこちらを向いている写真は原節子も龍智修も東山千恵子もカメラ目線です。小津調と呼ばれる小津安二郎の映画の本編にカメラ目線はありえないので、やはりこれは宣伝用の写真というふうに考えるべきでしょう。けれども、いずれにせよ、映画のフィルムのコマから写真に焼き直したものと考えても良さそうです。または、少なくとも、小津安二郎監督のカメラの設定そのままに設定したスチルカメラで撮影したものです。つまり、この原節子が顔をこちらに向けている写真は、小津安二郎の映画のカメラポジションそのままであると言って良いでしょう。フェルメールはカメラオブスクラという光学装置を使って作品を描いていたと言われています。カメラオブスクラというのは、これカメラの語源でもあるんですけれども、まさに今のカメラの原理そのものです。一定の条件でレンズを仕掛けるとすりガラスに風景とか人物が映るんですね。それを応用した光学装置です。フェルメールはカメラオブスクラを使ってすりガラスに映った部屋の様子や人物、風景をなぞって描いて下絵にしたと言われています。カメラオブスクラというのはもともとがこうした画家の仕事のために発明されたデッサン用の道具です。フェルメールの知人にスピノザという有名な哲学者がいるんですが、
スピノザのもう一つの仕事はレンズ磨き職人で、レンズ研磨技術のプロでした。フェルメールの近くにはレンズの専門家もちゃんといたんですね。単純かつ乱暴に言い方を変えると、フェルメールの仕事は撮影だったということです。描いた作品は映像作品に限りなく近いということになります。であるなら、小津安二郎の映画とフェルメールの絵が似ているのも別に不思議なことではないということになるんですが、問題はどうしてここまで似ているのかということです。これは小津安二郎とフェルメールの美的感覚がおそらく完全に一致しているということを意味しているんですね。どの角度から見たときに人物が最も美しく見えるのか、それを割り出したその角度というものが小津安二郎とフェルメールで一致しているということなんです。一つ大きな問題があります。フェルメールが生きたオランダ、つまりヨーロッパでは椅子の生活が主流です。一方、小津安二郎の日本では畳の生活が主流です。どういうことかというと、顔のある位置が椅子の生活と畳の生活とでは違うということです。当然、日本の畳の生活の方が顔の位置は低くなります。猫の目線なんていうふうにも言われますけれども、小津安二郎の映画はものすごく低い位置に置かれたカメラで撮影した映像で有名です。小津町とはこのカメラポジションのことと言ってもいいくらいです。小津安二郎がなぜカメラを低く置いたのか、その理由についてはいろいろな説があるんですが、おそらくこれは人物を最も美しく撮影するためにはカメラはどう置くべきか、それを追求した結果なんですね。晩春という作品からがっちりと小津安二郎とタッグを組むことになる脚本家の野田光吾は、小津安二郎に、あなたは人物を美しく撮ることにかけては最高だ、だから他の余計なことは考えるな、なんてことを言っています。人物を美しく撮るにはどのようにカメラを置くのが良いのか、それを追求した結果が、同じようにフェルメールが人物を美しく描くにはどうしたらいいか、それを追求した結果と一致しているということなんですね。そしてここには畳の生活と椅子の生活っていう日本とヨーロッパの生活の違いというものがあります。どういうことかというと、小津安二郎のカメラの位置を椅子の高さの分だけ上げると、フェルメールのカメラオブスクラのレンズの高さになるということなんですね。フェルメールがカメラオブスクラを使っていたということは実は証明されていません。フェルメールの遺品の中にもカメラオブスクラはなかったそうです。けれども、フェルメールは小津安二郎に似ているということが、すなわち時間を遡る形でフェルメールはカメラオブスクラを使っていたということを証明している、そういうふうに言えるかもしれません。フェルメールの絵の美しさは映像のジャンルとして考えるべき美しさなのだということですね。一方、小津安二郎がフェルメールについて語っているような資料はなく、小津安二郎がフェルメールを知っていたかどうかはわかりません。小津安二郎は、東京物語の次の作品、1956年の早春から、全くカメラを動かさなくなります。早春から遺作になった1962年のサンマの味まで、8本の作品があるんですけれども、小津安二郎は、特にこの8作品については完全に、まさに絵を描くようにワンシーンワンシーン過剰な丁寧さで映像を取り重ねて作っていきました。カメラのフレームを完全に額縁として使ったんですね。